シリア政府軍とその同盟勢力はここ数週間で驚くほど前進しました。政府軍は今日6日に奪還したこのシャール地区に連れてきてくれました。戦闘の激しさがうかがえます。まだ爆薬の匂いがします。この地区を奪還したことでアレッポ城へと前進し、それによって反政府勢力を分断させてアレッポ旧市街をすぐに掌握できました。 アサド政権の軍にとって非常に大きな勝利ですが戦いは終わっていません残る反政府戦闘員はまだ残る支配地域へ撤退しましたアルカイダ系の屈強なヌスラ戦線も含まれますアレッポをめぐる攻防で最も厳しい戦闘が始まろうとしています 立ち往生している市民数十万人の安否が気遣われます何百という家族が政府軍が掌握するアレッポ西部にすでに逃げています他の人たちは現在は前線になっていない反政府勢力の支配地域に何とか逃げようとしています要所アレッポをめぐる戦いが終わりに近づいているという感覚があります それは約6年前に反乱が始まって以来アサド政権軍にとって最大の勝利となります。